どうも、テラマスです。今日はアップデートで評価された NZAP 使っていこうと思います。どんな評価かというと、一発のダメージが28から30になれました。それでどれぐらい強くなってるのかなって思って、ひたすら潜ってたら、武器トップになっていました。だからアップデート後のザップだいぶ使ったんですけど、体感結構強くなってる。3発で90ダメージ出るから、ちょっと削れてる敵だったら、3発で倒せるんですよ。だから対面力が単純に、めちゃ上がりました。ちょっとすごいボムが。痛い。なにこれ。今、ボムとトルネード、すごすぎたんだけど。やばい。今、めちゃくちゃザップで連勝してるのに、動画取れ始めた途端負けるなんて。ナイスナイスナイス。ノックアウトされなければ、オッケー、一応ヤグラやってる。デナスで復活も早い。ノックアウトされなければ、タラポートは絶対逆転できる。ナイスナイス。褒めれそう。で、ギア構成もこんな感じで、ラストスペートつけてるから、いける。逆転。ラスパザップ本当に強い。吸盤無限に投げれるからね。吸盤の爆風プラスメイン3発とかでも倒せるし、対面力も上がるし、塗りも上がるし、絶対つけたい。ラスパーあるかなしじゃ、武器の強さが、全然変わってくるザップ。まあ、カムバックとかも結構強いけど、個人的には逆転しやすいラスパーを押したい。まあ、今3発にならないか。ちょっと削れてる敵だったら3発で倒せるんだけど。オッケーオッケー。あと使ってと思うけど、実質射程が若干だけど伸びてると思う。ラップ威力が低いから射程の先端だと4発で敵を倒せないこととか多かったんですけど、威力が上がったおかげで4発で倒せる距離が若干伸びてる気がする。ナイスキル。じわじわ押してきてるね。これがラストスパートの力。じわじわ塗りで押していくんだよね。でかい。リードいけそう。エナスタのヤグラ守るわ。オッケー。今3発だったね。ダメージアップの影響だ。ナイス。ラスパ強い。マジでね、じんわり押していきます。じんわり肩から温めていく。やばい、ザップマジで強いような気がしてきた。でも実際強いけど、反射程って、スプラトゥーン3激戦区だからそこに食い込めるかっていうと、どうなんだろうって感じだよね。みんな的にどう？今の環境、52スプラシューター、シャプマーとか短い武器、マジで優秀なんだよね。この世代やばい。反射程の世代。そこにザップ君は食い込めるのか。でも3発で敵倒したりとか、結構強いんだよな。あとガチヤグラって、エナスタ武器があんまりいないんですよ。エリアだと、鉛筆がめっちゃ流行ってて、オッケー。鉛筆いるんだけど、ヤグラ鉛筆いないからその分、エナスタがお互いいないことが多いんですけど、そこにザップが入れば、こっちだけエナスタ編成とかできるから。ヤグラのザップが、なんかいい感じだわ。このままノックアウトしたいな。この部屋みんな射程短いね。危ね。鉄したくない。けどノックアウトもしたいから、乗る乗る。エナスタ、たまんないかな、ギリギリ。いや、うます。それうまくない。上からのトライストリンガー。ワンチャンドッカート。頑張れ。うわ、惜しい。2カウントか。2でも油断できないんだよな、タラポート。オッケー。このステージノックアウトしやすいけど、されやすいステージでもあるから。ちょっとコードリンクで攻めよう。ノックアウトしたい。ノックアウトしないと、タラポート安心できない。
ドリンクが切れる前に。めっちゃ痛い。うわっ、早い、キルスピードマジで早い。オッケー、サーズで倒した時の爽快感やべえんだけど。早すぎない？塗り武器なのに、キルも結構いけます。いや、もはやキル武器なのか、ザップは。両方できます。ノックアウトいけそう、これは。打っとく、打っとく。ナイス！高橋のガチオコバトル。ガチオコは確実に強化と言えるでしょう、ザップ。ダメージ上がってるから、矛壊すの、ちょびっと速くなってます。編成はお互いに強い。相手の編成そんなに割り強くないから。吸盤投げて打てば壊しそう。ああ、そういう感じか。今早く壊したの、今までよりも3発多く。今までだったらその28ダメージだったんだけど、30ダメージだから、2プラスされてるんだよ。だから1発打つごとに21かける、21プラス2されてるってことだから、それを計算すれば、ちょっと今ね、めちゃくちゃそれっぽく話してみた。うん。それっぽさ出してみた。まあ正直割り早くなってるとはいえ、死者誤入したらほぼ変わってないぐらいの感じではあるよね、早くなったとはいえ。待って待って待って、うますぎない？今の壁隠れたと思ったのに、連打早かった。ボトルの61ナイス、関門突破してくれてんの、でかすぎ。待って、味方ブルブルしてる。今なんか味方がブルブルしてました。ドリンク置いて、やばい、墨流しとか地味に厄介。危なすぎ、あと 0. 何秒遅かったらやられてた。 OK、 あれ何起きてるこれ、やべ、当たんない、回線いった、もう動いてないもん。うわー、マジか。まあ止まってたからね、しょうがない。対戦ね、自分が原因で落ちる時もあるけど、スプラトゥーン3めっちゃたまにエラーとかで落ちたりもするからね、ある程度回線落ちみたいな、しゃあない。いやー、バイバイアウト。いや、ラストスピードが積んでるんだよね、ラストスパート。つまりこれがどういうことを意味するかっていうと、ラスパが発動したら勝ちっていうこと。抗っていいか、この絶望に。これでラストスパート発動するから勝ちました。絶望的すぎる。スプラトゥーンでゲームにおいて3対4マジきついからな。いや、諦めてない、やれるとこまでやってみよう。対戦落ち負けても負け扱いになんないからね。で、勝ったら勝ち扱いになるからリスクはないんだよね。ナイスアイパート。え、待って、相手を回線落ちたんだけど、この部屋がやばいのかな、回線みたいな。もしかして俺も落ちるこれ、やばい、怖い。不安定説ある、今スプラトゥーン3が。これってさ、味方回線落ちてるけど3対3ではあるじゃん、普通に負け扱いになるんじゃね。3対4で負けたら人数の不利状況が続いてたため負け扱いにしませんみたいなの出るんだけど、3対3だったら人数同じだから普通に負け扱いになりそうじゃない。これ普通の試合だぞ、もはや。ガチ 3-on-3 来ました。まさか3対3でスプラをガチでやるときが来るなんて。でもリードいけそうな雰囲気出てる。抑える抑える、倒して。マジマジマジか、マジか、いけるいけるいける、みんな届きていいよ。パブロいるんだよな、その裏に。やばい、相手全力で守ってきてる。痛い。まあノックアウトできなかったけど、リードしたのでかすぎ。あとは守れば勝ちだ。ジェチェンの塗りすごいな、廃墟やん、もうボコボコにされてる。でも俺たちマジで諦めないでよく頑張った。
いや、まだ勝ってはないんだけど、3カウントの安心感、あるくない？でも、甘えた動きは絶対しない。しっかりエナスト止める。確実に勝ちに行く。いった、怖え。手前来てるな。上か。ナイスキル。ローラー絶対いる。そっちか。残り10秒。そこおる。危な。9番9番。ラスパー9番。9番でいい。ナイスナイスナイスよ。勝った。この試合情報量多すぎでしょ。3対3とか、初めてやったし。味方マジありがとう。マテガイのガチョコバトル。ラップ使ってて思うけど、9番ボムが楽しすぎる。9番ボムっててか、最強サブの一角だと思ってる。3強には絶対入ってるよな。スプラトゥーン2の時も、寿司ベッチュ、ザップ、H3 リールガンとか環境武器、全部9番だったし、全部っていうか、塗り武器は9番が一番合ってるというか、濡れすぎだよね、9番ボム。フィーボとかもめっちゃ強いと思うんだけど、個人的には9番が一番使ってて、強いと思うかも。まあ強さがちょっと違うっちゃ違うけど、クイボはキルに使うって感じだから。でも塗りとか安定した立ち回りするんだったら9番好きすぎるわ。ケルビンベッチュとかケルデコ追加されるなら9番ちょっと欲しいからな。なんなら9番あるだけで楽しそうじゃない。濡れて相手の編成ホップソナ2枚か。ホップソナアップデート前は別に相手に何人いてもよかったけど、アップデート水強いからやめてほしい。位置バレすぎてエグいんだよな。ガチで。バレルスピナーとか普通に強そうだから。めっちゃホップソナー溜まるしね、あの武器。こっちの遠征ちょっと前線が少なめだから、ガンガン行きたいな。最前線張れるみたいな武器あんまりないよね、こっち。プライムとか、中 A みたいな感じだし。一戦も、意外とポイズン投げて絶破みたいな最前線で立ち回る武器ではないから、ちょっと前線荒らす感じで動きたいな。ザップ塗り武器っちゃ塗り武器だけど前いけるからね。全然いい。ナイス球すぎる。トレンク置いて、あー、うめえ。しっかりエナスタの一足に当ててくるが。カウント進まなすぎだろ。86対88。まあでもちょっと、いけばリードできるね。このカウントは。ナイス、うまい。左いるね。ナイスリード。関門いけたら神。神神。前線ザップ楽しい。いや、それしゃあない。相手がうまい。40ぐらいまでいけないかな、まっちゃん。惜しい惜しい。ちょっと進んだだけでも、でかい。エナスタ溜めちゃおう。エナスタ溜まりそうな時は、絶対列したくない。どうぞ。この場所のドリンクいいね。みんな飲みやすそう。やれそうだけど。うわ、センサー。ソナーがえぐい。祖族最高。ただソナーが、やばい。地獄か、これは。ホップソナーにはやばいんだけど。縄跳び大会かよ。ちなみにね、俺縄跳び学年でトップ3ぐらいにはうまかった。はやぶさ60回ぐらいできました。オッケー。今、ラン数めちゃくちゃ良かった。もうちょっと、強い、本当に。一瞬バレるだけでも、き
ついな、短射程からすると。バレたらその2秒間ぐらい攻めれなくなるじゃん。いや、当たるのか今の。攻めれねえマジで。怖えな。勝ってるとはいえカウント52だから。うわー、すまん、パンクした頭が。多すぎ敵。やばいかな。ナイスキル。うますぎ。まずい。右がすごいことになってる。あ、でも味方がいい感じに挟んでくれてる。一応こっち関門は行かれてないからね、ちょっと難心感はあるっちゃある。任せて。これは刺さる絶対。オッケー、確実に潜伏してから。よしよしよし、あぶねえ最後。怖かった。まあ、でも味方3人やられてるからこそ逆に潜伏刺さったみたいなとこあるね。相手絶対油断するから、相手1人だったら。ナイス。という感じで今日ザップ使ってったわけなんですけど、めっちゃ強くない？正直環境武器の52スプラシューターとかに比べたら1ランク武器の強さ落ちると思うんですけど、それでもやっぱエナスタが今の環境強いから、編成噛み合ったら強いし、あと30ダメージのおかげで3発で倒せるときたまにあるから、それ強いね。対面力確実に上がってる。ザップ君、普通に強武器じゃん。と思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。